皆さん、水戸市へようこそ。お困りの際はいつでも声をかけてくださいね。はい、今日の釣り体験ですね。次は14時から、その次の15時が最終になっています。あちらの展示では日本一深い駿河湾の深海生物がドドンと集結しています。ぜひ楽しんでくださいね。ありがとう。昨日のデートのおかげで今日はリラックスしてお仕事ができてるよ。最後まで頑張るぞ。え、これからですか？実はイルカショーの司会者さんが来られなくなっちゃったみたいで、代わりにのぞみさんにお願いしたいって。え、うちが？職業体験を熱心にやってくれているから、ぜひのぞみさんにやってもらいたいみたい。台本はあるから、それを読んでくれたら大丈夫。のぞみさんならできると思うけど、無理そうだったら私が代わりに出るよ。どうしようかな。少しだけ考えてもいい？もちろん。一応進行が書いてあるノートを渡しておくね。決まったら声かけて。やってみたいけど、うちにできるかな。またようちゃんに助けてもらうことになるかもって思うと、最初からようちゃんに司会してもらった方がいいのかも。本当？あなたにそう言われると頑張ろうかなって思っちゃう。うちもようちゃんみたいに何でもできたらよかったんだけど。え？あなただってうちらのことをいつも助けてくれてパーフェクトなのに？面白いね。見方が違うとこんなにも見えるものが違うんやね。よし、決めた。やってみなくちゃわからないよね。イルカショーの司会やってみるよ。できる限り水戸市の力になりたいし、うちにとっても成長できるチャンスのような気がする。